栄養と料理は女子栄養大学出版部が刊行する料理雑誌である。1935年に香川綾及び香川昭蔵夫妻により香川栄養学園の研究、教育の一環として健康と食をテーマに創刊された。このような経緯のため栄養学士として位置づけられている。戦災による休刊の後、1960年代遺末に 岸朝子を編集長として迎え、発行部数と知名度が上昇した。2020年現在まで観光を続けている、老舗雑誌である。料理雑誌であるが、創刊より栄養学誌という位置づけであり、最新栄養学の成果を生かした食事作りをテーマにしている。毎月9日頃に発行される。1935年6月に、 健康を育む職を提案することをテーマに創刊された。当初は香川栄養学園にあった家庭食用研究会の講義録をまとめたものとして発行されていた。家庭食用研究会は1933年から活動を始めており、当社版の解放を発行していたが、啓蒙を兼ねて活版で雑誌を発行しようということになった。創刊者である 香川正を及び香川綾夫妻は、学園に通うことができない、全国津々浦々の人々にも、医学や栄養学などの科学的な知見と、それを家庭の食生活で実践する方法を伝えることを目的としてこの雑誌を作ることにした。力を入れるべき内容として規定したものが3つあり、栄養学の講座、日常の食事作りと専門家から学ぶ趣味の料理、 病人のための食事作りが三大テーマであった。相関号は、か気の治療に良い食事などという時代の関心に沿った内容だったが、当時まだ珍しかった本格西洋料理のレシピや、山田正平による品料理、つまり中華料理の記事なども掲載されていた。商業史という位置づけではなく、相関号は200部しかすらなかった。栄養と料理という雑誌名は、医師で、 香川綾の恩師であった島、その順次郎が付けたが、この当時は栄養料理はまずいものという固定観念があったため、大胆な名前だと考えられたという。当初は教育目的であったため無料で販布していたが、人気が出すぎたため12銭で有料販売するようになった。2号は全部発行された。2号からは付録として、栄養と料理カードという調理法を説明する。 小さなカードがつくようになった。方針として薬の広告は載せないことにしていたが、これは正しい食生活をしていれば、しょっちゅう薬を飲む必要はないという理念からであった。戦時中には大用食の記事が増えた。紙が配給制になっていたため、戦争末期まで配管にならずに観光を続けていた。料理雑誌は栄養と料理だけになっていた。 1945年に、肖像が亡くなった後は綾が発行人として雑誌を支えた。1945年には、学校の校舎が繊細で消失したため1年の休館があり、1946年1から2月合併後により復館した。廃線後は、紙の入手が困難であり、多数の雑誌が廃館になったが、栄養と料理は必要な出版物として、 出版業界から復刊をしきりに促されたため、紙の配給を受けて復刊することができたという、この時の発行部数は千部程度だった。綾は、戦後、刊に頼っていた、調理の軽量化を実現するための研究を進め、その成果は、栄養と料理にも生かされた。しかしながら、戦後の食料難や、やや堅苦しいと受け取られがちな記事内容のせいもあり、 1949年頃までは部数が3500部で頭打ちとなり、なかなか雑誌の売り上げは伸びなかったという。このため綾は、猪熊玄一郎にデザインコンセプトについての相談を持ちかけ、カラーの料理写真を増やすことにしたため、売り上げは改善していった。1950年には広告係を置くようになった。綾は編集長を退任後も、雑誌の関東ことを書き続けた。 1950年代半ばから1960年代半ば頃には揚げ物が紙面に取り上げられることが増えたが、これは栄養審議回答審で死亡摂取に関する言及があったことなど時代の風潮に関わっていると考えられる。1950年代半ばにはそれまであまり乗ることのなかったイタリア料理やドイツ料理などのレシピも掲載されるようになった。 1960年前後には白米食批判と共に頭の働きを良くする食生活に関する記事が流行るようになり栄養と料理にもそうした特集記事が掲載されたこの頃の雑誌のコンセプトは病人を出さないための食事であった1968年女子栄養学園の卒業生である岸朝子が45歳で編集長に就任し一度の 中断を挟んで10年ほど編集長を務めた。騎士はすでに2回、恩師である香川彩から栄養と料理への引き抜きを受けており、3度目にして声掛けに応じて主婦の友者を辞職し、女子栄養大学出版部に移ることを決めた。騎士はそれぞれの編集部員にやりたいことをやらせることを重視した。それまでのお堅い雰囲気を一掃し、手に取りやすい。 紙面作りを心がけたという。騎士は読者層の拡大を目指すべく、他の婦人雑誌に習って雑誌のサイズを大きいものにし、遊び心のある紙面を目指した。カラーのグラビアも多用した。1968年に入社し、編集長として初めての号を1969年1月に刊行したが、この号は完売した。騎士の下で始まった企画としては、 各地の家庭料理を紹介する日本の食事ややはり各地の美味しい料理に関する情報コーナーである美味しんぼ横町がある。岸士は今では当たり前のこんな企画も当時は目新しいものであり、アンアンやノンノなどの女性誌に影響を与えることができたと語っている。こうした努力が功を奏し、一時は売り上げが倍増し20万部を突破したという。この時期の企画は 食べ歩きや器の特集といったグルメブームを先取りする企画と言われ高く評価されている。また、カロリーや成人病予防食といった言葉はこの時期の栄養と料理の影響で一般に広く使われるようになったと考えられている。この頃の売り上げ像は女子栄養大学の知名度向上や志願者増加に貢献したと考えられている。一方で、 雑誌を堕落させたとして、女子栄養大学の内部からは批判もあったという。騎士は、キャッチコピーなどが、ミーハーだとして、冷やかされたことを回想している。騎士は一時、外転神経麻痺のためしばらく編集朝食を辞したが、一年ほどで、復帰した。しかし復帰後は、発行部数があまり伸びず、編集部員のストライキも発生した。さらに1978年、 編集部員の移動に関して出版部長と意見の相違が埋められなくなったことをきっかけに騎士は54歳で栄養と料理を離れた。1972年には鉄分や長寿食など食べ物と健康に関わる記事がたびたび注目されて読売新聞で取り上げられていた。1974年まではあなたの暮らしにというモットーを掲げていたが 1975年からは現代を健康に生きるにもっとを変更した。1980年代半ば頃の栄養と料理は女性の間で知名度があり、1984年に日経新聞が行った調査では働く女性の間で暮らしの手帳に次いで定期購読対象として人気があった。 三保屋とも子が1988年より2011年までマーケティング部や書籍編集会の在籍による中断を挟んで10年間編集長を務めていた。1990年頃の栄養と料理は肉、魚を使った主菜があることを前提に、さらに副菜をもう1、2品作り、より栄養のバランスを取ろうとする混立紹介が中心で、技術的に 難しい蒸し物の紹介が少なめで和食の多い紙面構成であった。1995年から1999年までは佐藤達夫が編集長を務めた。この時期にはコンビニエンスストアで売られている食品などの特集が組まれた。これは手作り派の画像というイメージのある栄養と料理にとっては新しい企画であり、編集長も当初は疑問を持っていたが、 コンビニを使う人であっても健康に気を使っていることがあり、そのための特集をということで実施された。1997年に創刊以来60年もの間関東ことを書く、仕事を務めていた創刊者の香川彩が亡くなった。この頃の紙面の変化としては、正月にはおせち料理の特集を行うのが定番であったが、1999年頃からおせち料理特集が、 関東掲載ではなくなることもあるようになってきている。2011年に参保やともこが編集長を退き、2011年から2017年までは県持南が編集長を務めた。県持南が編集長を務めていた時代は管理栄養士や栄養学の専門家が発信する最新の情報をどのようにしたらわかりやすく一般読者に伝えられるかが、 大きな課題であったという。感謝はテキストとしても使われることを常に意識し、大学の観光物としてふさわしい信頼できる内容の掲載を目指していた。剣持はフードライターである白、広志厚氏の取材を受けて、情報の更新が課題の一つであり、例えば豚肉に含まれるビタミン B1 が疲労の助けになるということは昔は広く信じられており、栄養と 料理にもそのようなことが書かれていたが、今では根拠に疑問があることが分かっており、最新の研究成果を反映して知識をアップデートすることが重要であると述べている。2011年4月より東京大学に勤める栄養学者である佐々木聡によるデータに基づく栄養疫学の連載記事が始まった。これは2019年に連載100回を迎えた。このか。 クラリネット奏者の北村英二が音楽と食べ物に関する記事を連載していた。2014年からは関連文化事業として毎日新聞内にある毎日メディアカフェにて食生活に関するセミナーを主催した。2015年に創刊80周年を迎えた。2015年には第一回埼玉国際マラソンとのコラボレーションで 大会直前に一週間メニューを特集し、大会時にはブースで特集号を6000部無料販布した料理雑誌の老舗である。栄養学の概念が確立されていない戦前に、創刊された先駆的な専門誌と評されている。創刊者の一人である、香川彩は軽量カップの開発や日本で初めて本格的な栄養大学を創設するなどの業績を有する人物であり、 栄養と料理の相関は、このような理論と実践を見事に統一する働きの一部であるとして評価されている。1950年代半ばには、あまりお金がかかりすぎず、毎日の食卓に供せるようなお料理を解説する、教育的で役立つ雑誌という評価を得ていた。岸朝子が編集長を務めた時代の紙面は、グルメ記事の先駆けであったと高く評価されている。今では、 料理雑誌に当たり前のように載るコラムの原型を作ったと言われている。1990年代今つには子供の食生活とストレスに関する特集などを刊行していたが、これについてタワラ町は数字とデータを提示しつつ、栄養と心について考えようとする雑誌の姿勢を評価している。宮田まりえは総監当時から、 栄養学を基本にした食生活の実践という基本コンセプトが変わっていないことを評価し、食への新卒な哲学を称賛している。各時代の最新の栄養学や食品学を踏まえた雑誌だと評価されている。白、広志厚氏によると、プロの栄養士の愛読者も多い雑誌として、一定の地位を築いている。2015年には栄養と料理が 栄養士の間で人気であるため、白石市図書館で予約待ちとなっているということが報道されている。国立国会図書館からは、総関から今日までの全体が栄養学士、食生活改善士、日本食物士といった様々な性格を有する文献であり、戦中、戦後の食文化史的遺産という評価を受け、初期の某のデジタル化事業が進められた。 長期にわたって観光されているため、料理に関する習慣の変化を調査するための研究資料として使用されることもある。ありがとうございます。